この動画は360度カメラで撮影しています。スマートフォンからご視聴の方は必ず YouTube アプリでご覧ください。東本願寺は浄土真宗真宗大谷派の本山で、正式には真宗本廟といい、宗祖親鸞聖人の亡き後、聖人を慕う多くの人々によって聖人の墳墓の地に御神栄を安置する廟堂が建てられました。これが東本願寺の始まりと言われています。御神道門の南側に立つ切妻造り唐破風付きの吉足門形式の門です。江戸時代には刀門と呼ばれており、幕末の火災による焼失も1911年に落成されました。 JR 京都駅から近い入場門はこちらになります。正面には阿弥陀堂、その右に御影堂、ちょうど木に隠れていますが、左手には法要などで使われる釣り鐘の鐘楼が見えます。それぞれが国指定の重要文化財です。御影堂の南側に立ち、御本尊阿弥陀如来を安置するお堂、阿弥陀堂です。御影堂と同じく1895年再建され、正面52メートル、側面47メートル、高さ29メートルの規模を持ちます。阿弥陀堂の内陣は仏説阿弥陀経の世界が表現され、天井から柱に至るまで金色で装飾されているそうです。境内のほぼ中央に立つ宗祖親鸞聖人の御神霊を安置する真宗大谷派の崇敬の中心を成す重要な建物です。正面76メートル、側面58メートル、高さ38メートルの規模を持つ世界最大級の木造建築物です。現在の御影堂は浜売御門の変による焼失の後1895年再建されたもので、阿弥陀堂御影堂とともに2011年の宗祖親鸞聖人750回御恩記の特別記念事業として大規模な修復をなされました。正面21メートル、側面13メートル、高さ27メートルで、木造建築の3門としては世界最大級、木造建築の20門としては日本一の高さを誇ります。楼上には東本願寺の正式名称真宗本廟の額が掲げられています。入場門としてはこちらがメインかな。いかがでしたでしょうか。 JR 京都駅より徒歩7分、地下鉄五条駅より徒歩5分、市バス唐島七条バス停より徒歩1分、開門は朝の5時50分となっています。開門時間中はどなたでも自由に参拝できますので、京都に訪れたならぜひ一度立ち寄ってみてください。最後にご視聴していただきありがとうございました。